え皆さんこんにちはナックイメージテクノロジー制作営業部の岩志と申しますえ本日はアリからアミーラライブという新しいカメラが発表されましたのでそのご紹介をさせていただきますえアミーラライブはマルチカメラえすなわちシステムカメラ運用に特化したアミーラになっております複数台のカメラを中継車ですとかスタジオのサブからコントロールするテレビ番組やライブ撮影の最適な仕様になっております それではまずカメラの外観からアミラライブの特徴を見ていきましょう一番大きな特徴としてカメラ後方部には光アダプターが搭載されていますイギリスの DTS 社との共同開発品で最大で 4K60P の伝送が可能です 4K ファイバーアダプターとしてはとてもコンパクトな設計になっているのも特徴です えたくさんのケーブルをつなぎ合わせるといった手間を省き現場の効率化も図れますえ続いて10インチのオンボードモニタービューファインダーモニターマルチカム VMM-1 のご紹介ですえカメラ制御機能をアサインできるユーザーボタンが2つ備わっているほかタリーやピーキングのオンオフスイッチも備わっています従来のビューファインダー MVF-1 や カメラコントロールパネル、CCP-1 とデイジーチェーンでカメラに接続できる仕様になっています。レンズマウント横には、広瀬12ピンのコネクターが備わっており、ここに C-Force r f ミニモーターを接続することで、RCP 側からアイリスのリモートコントロールができるようになりました。サードパーティー製のアクセサリーがいらなくなるため、 カメラシステム全体を簡略化できることが期待されますなお、アミーラライブに搭載されているイメージセンサーは既存のアミーラやアレクサと同じアレフ3センサーです同じセンサー、同じ画質と考えていただければと思いますこのようにアミーラライブは既存のアミーラをベースにですね システムカメラ運用に特化した機能が多数搭載されたカメラであることをお分かりいただけたと思います。それでは続いいいいててシステム全体についてご説明したいと思いますアミラライブから出力された映像信号は光ファイバーを通って中継車やスタジオサブにある CCUDTS 車のものになりますが光ファイバーベースステーション DTS1810 に送られます。 ファイバーの長さは最大で 2,000m カメラ用電源も 100W まで送ることができます。ベースステーションにはソニー RCP1501 のようなカメラコントロールを接続し感度やシャッターアイリスなどカメラ操作はもちろん色やトーンをリアルタイムに調整することができます。 その後映像信号はベースステーションでシングルデュアルクワッドリンクなど任意の信号に変換されてスイッチャーを経由して送へと送られるわけですすなわちここまでは一般的なシステムカメラ運用と同じフローになるのですがありのカメラを使用する大きな一番の理由というのは他にあります。アミララを含むアリのデジタルカメラは その実用性の高い14ストップ以上のダイナミックレンジ、豊かな色再現性、印象的なスキントーンに定評がありますが、その性能をシステムカメラ運用でもいかなく発揮できるのが、アミーラライブの最大の特徴といえます。中継者やスタジオサブの RCP コントローラーで、アミーラライブカメラ内のルックファイルを直接調整できるため、 ありデジタルカメラならではの懐の深い映像データ、まあそのエンコード方式をログ C と呼びますが、これをベースとしてですね、リアルタイムに自由度の高いルック調整を行って、質の高い REC 七マル Q や HDR を含む REC 二マル二マルの映像を得ることができるんです。特にコンサートライブはライトアップされたステージ上と暗い観客席の露出の差が非常に大きく。 またサイドの高い赤や青など色を用いた演出も多いことからアリのカメラのダイナミックレンジと色再現性は本当に重宝すると思いますいかがでしたでしょうかアリというと映画カメラのイメージが強い方が多いと思いますが長い、えー、映画撮影の歴史の中で培った本当に美しい映像へのアリのこだわりがいよいよテレビ ライブの分野でも利用しやすくなってきましたアミイラライブはその天気を象徴するカメラになると思いますどうぞご期待くださいご覧いただきありがとうございました